はい、どうもこんにちは、ヒカルです。ありがとうございます。プリン将軍 M2 だ。来ました。お、本日のゲスト、プリン将軍。プリン将軍です。ちょっと、忘れ、プリン将軍、出身、はいはい、はどこなんですか。いや、ピョンヤンに、ピョンヤン。ピョンヤン、わざわざ当たり前のこと聞くんだよ。ピョンヤンにだよ。ピョンヤン、ピョンヤン、なんかピョンヤンって昔ニュースの言わないんですか。ピョンヤンもいつでもニュースになってるんだよ。昔も今もニュースになってるんだよ。あ、すごいんだから、そこそこ。今、ここは、うん、今日は、ちょっとまあ、ホストクラブで、ちょっと一日カフェイベントっていうのをやってまして、これね、もうね、公開される頃には終わっちゃってますけど、ハスカフェっていうイベントを、はい、やってます、今日は。カフェ営業。これ、もう、すごい今話題のイベントでも、うん、もう超満員、もうすごい超満員、ね、喜び組がいっぱい来てるんですよ、ね、今もう喜び組に挟まれてて、今 TikTok 撮ってたんですよ。おー、ただね、オープンから の喜び組がびっくりして帰っちゃった来たのに、俺見てびっくりして帰っちゃった。いやいや、入り口で貼ってあったしね。あ、そう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 、まだ言わない。お客様お借りです。満成満成。ちょっと挨拶だけ。ありがとうございます。マンセイってどういう意味なんですか。マンセイはバンザイです。バンザイですね。編集、編集なんですか。はい、カメラマンと編集やってます。そうなんですか。フェリー将軍一回フェズマさんの使い方。あ、マジですか。え、渋谷の上の方で、上の方で、あの時にカメラ使って、カメラ、そう、カメラの待機の、そうそうそう、で、パラパン失敗、あ、そう、翔平に、翔平の兵士だったんですか、カメラ待機、あ、なんかちょっと元々お知り合いで。全然気づかなかった。一緒に動画撮ってもらったの最初来てた。今ちょっと裏方回られてるんで。いや、ヘズマの動画にいたんですよ、俺も。はい。出題してる人が知り合いで。はい。で、カメラ大輝が来るって言ったら、もう超カメラ回ってて、本当にそっくりさんなんですよね。はい、そうそっくりさんとそっくりさんで。びっくりした。やっぱりパチモノ同士やってると。パチモノ同士、ちょっと力あるみたいな。気持ちがやっぱりお互い分かるんで、いろいろ。はい。びっくり、意外なところでびっくり。今、兵士募集してるから、兵士なんですか、はい、あー、そう、兵士をね、募集してるみたいな。これ、兵士ってここの兵士とか。あ、一応ここの兵士を、ここの兵士をね。たまに DM で、兵士にしてくださいって、マジでガチで最近来てるんですけど、今のところスタッフはそんなに募集はしてないんで。たまに来るんですよ、雇ってください、弟子にしてください。5万ウォン、5万ウォンなんで5000円。騙されるやん。ちょっと騙そう。5万円もらえるはずだ。騙されてる。いや、でもどうなんですか、はい、ご時世、今こういうご時世ですけど、不倫将軍的にはどうですか、うん、まあ、けどやっぱりね、このね、イベントとか開催しづらいし、大変だよね、本当に。もう一刻も早くね、やっぱり落ち着いてほしいなとは思うんだよね。やっぱね、こういう感じでマスクもね、お互いしないといけないし、大変だよね。いや、多分どうにもならないよ。まあね、やっぱワクチンができるまではね、多分どうしようもないと思うんで、うん、インフルエンザのワクチン打ちました。あ、インフルエンザは毎年打ってて、一応明日もう予約取ってる。それ打ってれば大丈夫ですよ。わかんないですけど、それはインフルとコロナは関係ないじゃん。多分もう打っときゃなんだかなる。なるかなと思ってます。あとプリン将軍とのつながりがあってですね、はいはい、実は迷惑系 YouTuber のフェズマ龍斗、ね、名前を言ってはいけないのとね、ボルデモートみたいな感じですね、最近ピーユーさんと、実は一緒に出た感じでねのねラーメンをですね、そうなのよね、最後に、そう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 、それとね、例のあの方と3人でね、
あの新宿のねラーメン屋でそうラーメン食べて、その1週間後にあの彼はもう彼はね、とらわれの身に。あの日って秋葉にも行った日でしょ。そう、秋葉にも行って有楽社オープンの時です。そう、行ってで、その後また夜新宿で待ち合わせして、でラーメン食べて、で1週間後に彼捕まる。あれあれ、もうちょっと被害出てて、あの新宿で一緒に、はい、プリン将軍とご飯食べた後とマイク忘れたんですけど、一緒に行った時に江妻さんが写真撮ったんですよ。はい、ヘズマカメラの写真を撮ってて、それがヘズマツイッターに載ったんですよ。ったんです、はい、でそれをより人が勝手に使って、はい、こいつらアホみたいな、こいつら死ねばいいのにこいつら死ねばいいのにっていうのに使ってる。炎上そう、炎上です。結構理由流ってたんです。あれ大変でしたね。びっくりしました。俺もけどあのね、あのヘッキのツイッターに載ってたからラーメン食いに行ったみたいな。だから結構来たあと、うん、あのね、検査受けるどうのこうのとか、うん、結構いろいろね、うん、まあ炎上までは行かなかったけど来たりですね。あの時なんか、ヘズマさんとプリン将軍ご一行と秋葉のドンキ前で会った時に、ヘズマさんがよりちょっと撮影があるって言って、うん、ああ、行ったりね、うん、来たりね、って言ってたはずなんですよね。なのでより人は良くないみたいな話をして、森下さんね、会ったことはないんだけど、コーラが、うん、3週間ぐらいずっとあれから、うん、ツイッターの、うん、あーすごい。バイト先からも、ね、メールから連絡来ましたね。え、職場まで。これはやばいっすね。前大丈夫でした。大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃないですよね、それね。あ、そんなになるんだ。俺そこまでやったことないから。ちょっといいみたいな、ちょっといいみたいな。なんすか、これってお前みたいな感じで感じ的に職場まで連絡来るんだ。まあ聞く話やん、なんか誰か密告したらいたらしいから、より人の動画を見てるやつが実はバイトに行ったり。なるほど。あ、それで密告された。あ、まあ、とないか。より人に会ったことないんですけど。あ、同じく今度はちょっと物申す一言物申す物申した方がいいです。バラエティチャンネルさんがツイッターでね、一回ツイッター出ましたからね、激痩せした。そうそう、激痩せのセリフ。あー、なんかね、でしたっすね。あれ、あ、そうですね。それにちょっと言われましたね、またね、ざわざわ。ちょっとね、今沈黙してるから多分動けないんだろうね、今彼は。無理でしょうね、うん、YouTuber 無理でしょうね。ちょっとね、YouTuber も無理でしょう。彼が復帰するとしたら何がいいんだよ。ツイキャスとか、やっぱ配信系かなとは。まあ、あと TikTok もね、やってたから。あ、まあ、配信しかないんじゃないかな。やっぱりどうですか、YouTube と TikTok。 じゃあ今回 TikTok の方は220万もいて、はいはい、あ、そうっすね、はいはい、もう超ベテランな、はいはい、TikTok も収益化になるかもしれない。あ、そうっすね、今後一応、はい、あの TikTok からもう連絡も来てて、ね、どっちに行くんですか、プリン将軍の TikTok に、はい、こっちから入れるのか。あー、なるほどっすね。リソバーの、まあ一応両方はやるっすけど、ね、まあ、TikTok の多分生配信とかは今後増えていくと思います。うん、まあ、やっぱり YouTube より今 TikTok が伸びてるから、やっぱり TikTok の方に行かないと。いや、 TikTok もあまり眼中になかったですよね。あ、もともとですか。まあ、俺もあんまりね、たまたまやったらバズっちゃったっていうだけなんで。TikTok 始めようかな、本当に。やった方がいいっすよ、多分早いうちに。YouTube だってね、やっぱり先に始めた人も強いわけだから、TikTok もね、今少ないうちに多分やってた方が、今後絶対伸びるようなアプリだと思うんで、やってた方がいいと思うんで。やっぱりなんか、プリン将軍の真似でもある。プリン将軍分析して。いや、俺分析しても、多分他の人分析した方が、だって俺ね、もうあのスイッチ押してるだけだから、こうやって。
押してる靴なのよ俺スイッチ大して押してないのよ全然見てるだけなんです。ぜひやってみてください。あと好きだったのが風俗に行ってみた。あー一応ね、風俗のね案件いただいてありがとうございます。そうなかなかね俺を使えるようなとこがないんでやっぱね風俗とかホストとかね使っていただけるんでありがとうございます。優雅にバーされます。大丈夫ですよね。簡単とか、はい、あれもあれネタです。リアルです。あ一応もうちょっとリアルで行ってみます。ちゃんと、ね、千葉まで行って、はい、しっかりも、はい、すごいいいお店でした、ね、いろんな意味で、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日はトスカフェ、ね、もう、はい、ありがとうございます。10分行きました。はい、ありがとうございます。またまたちょっと、ね、よろしくお願いします。はい、プリン将軍が現るところにはまた行きたい。ありがとうございます。ありがとうございます。